悲願の J2 復帰を目指すガイナーレ鳥取、ここ和歌山県で6日間キャンプを行い、シーズン開幕に向けてチーム力を高めます。おはようございます。今月6日から始まった和歌山県でのトレーニングキャンプ、練習前には歓迎セレモニーが行われ、激励の言葉と地元の特産品が贈られました。キャンプ初日は攻撃面を強化、複数人での突破や前方へのパスを意識したメニューで攻撃のイメージを共有しました。今シーズンは新加入選手15人を含む27人でスタート。キャリアのある選手に加えて大卒ルーキーや20代前半の若い選手も加入しました。12年ぶりの J2 復帰に向けて今シーズン指揮を取るのは林健太郎新監督です。このキャンプの目的は何ですか？今チームとして取り組んでいることの質を上げる、それからコンディションも上げる、あとはキャンプですから普段の生活の中でサッカーを優先 しながら一体感、作っていくってところですね。練習後夕食会場にお邪魔するとチームの仲の良さを感じることができました。みお待ってるよ待ってるよ衣食住を共にすることで互いの性格を把握し、より親睦を深めます。キャンプ2日目、この日はゲーム形式のメニュー中心で戦術を確認します。昨シーズンは終盤に J2 昇格争いに食い込みましたが、最終成績は20チーム中6位、得点はリーグで4番目に多かったものの失点はリーグワースト3。守備の改善が求められるシーズンとなりました。アプローチとしてはやっぱり攻撃の時間を増やすというところは必要かなと思います。プラスやっぱりボール持ってない時間も当然試合の中であるので、その時にどう立ち振る舞えるか、どうやって失点を減らしていくかというところも課題としては捉えているので、その辺キャンプとトレーニングマッチで改善できればいいなと思ってます。課題となる守備、期待がかかるのは4シーズンぶりにガイナーレに戻ってきた大城圭選手。身長183センチ、リーダーシップとヘディングの強さが持ち味のディフェンダーです。シュートブロックだったりとかゴール前の守備ってところは本当口酸っぱく言われてるしやってるし、そこに対してはなんだろうな、まあ、また一つ違ったガイナーレを見せれると思うので楽しみにしていただけたらと思います。ガイナーレ在籍時は3試合の出場にとどまりましたが、その後 J3YSCC 横浜でチームの中心選手に成長。さらに昨シーズン愛媛 FC で22試合に出場し J3 優勝に貢献しました。やっぱ J3 肉弾戦だったりとかフィジカルのところを重視されてるリーグだったっていうのもあるんで、保持をして、まあ、前に進むというかゴールに向かっていくっていうところでは、そこはなんか一つ違った色を出せたら面白いなって思うし、まあ、そういうところにチャレンジしてると思います、ね、今シーズンガイナーレが目指すのはボールを保持しゴールを目指すサッカー。その中心となるのがチームの舵を取るボランチの瀬瀬博人選手です。ユースから昇格して7年目、初めてキャプテンを務めます。チームとして J2 昇格ももちろんですし、得点に関わるシーンももっと増やしたいなというのと、まあ、キャプテンというポジションなんでしっかりチーム全体を見て
自分のやることもしっかりやっていけたらなと思います。12年ぶりの J2 復帰を目指すガイナーレ鳥取、キャンプはあさって日曜日まで行われ、今月25日アウェーで FC 今治との開幕戦に挑みます。